さあ、お店開けました。水曜日でーす。よいしょ。入ってんのかな、本当に。マイクオン。はい、大丈夫ですね。はい、お店開いてます。お、はい、植草さん、こんばんは。はい。今日の最初の入店者、植草さん。どうですか？お晩ですって言わないの？あ、いっぱい来たね、いっぱい来たね。はいはいはい。いや、なんか見知った顔がどんどんお店入ってきて嬉しいな。はい。さあ、ゲストさん。あ、ゲストさんというか、あ、スタッフさんが来ましたね。はい。どうも、こんばんは。はい、どうも、こんばんは。いらっしゃいませ。はい。さあ、お客さんがどんどん。植草さん、負けたな。負けた。起きたよ、お晩です。負けたな。負けたね。はい。今日、食い今日。植草さんが一番客でした。はい、続々入店です。こんばんは。いや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 、今日なんか、あ、気まぐれスナフキンさんもこんばんはってことで、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいよね、これスナフキンさんのアイコンってあれだよね、任天堂のあの Wii かなんかのキャラだよね。ですね。ね、うん、そう。俺も前あれだよ、任天堂さんのそれでさ、うん、ブラジルさんとパラゲルさんの、キャラ作ったんだけど、あっという間に Mii っていうあのアプリがなくなっちゃいましてね。はい、ああ、ありましたね。はい、あ、上川先生もいらっしゃってます。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様で、今日ぜひ途中でご出演いただけるかなと思ってますんで、スピーカー、はい、あれ、スピーカーじゃない、マイク付きのヘッドホンをご準備いただければと思います。はい、先日はお疲れ様でした。本当にありがとうございましたね、上川さん。最近さ、上川さんいらしてる時に私中抜けさせられるじゃないですか。はいはい、はい、だから一番上川さんの大事な話を最後に聞けなくて終わるんですよね。本当にもうね、この間はそれどころじゃなかったんで、もう途中でなんか、ああ、ああ、当たったってなってました。当たった当たった。いや、上川スクールからこのね、席外すの本当なんですけどね。ね。だから、現場のイベントの仕事は嫌だよってずっと山本さんに言ってんのにさ、なんで突っ込んでくるのかね。うん、ってこんなところで口言ってしまうのね。カレーパパさんもこんばんは。こんばんは、お疲れ様です。ぶっこんできますよね。しゅんと先生いたから、しゅんと先生にお願いする。そうだよね。うん、まあいいやいいや、ちょっとうちは本人の前で言おう。俺は実況に集中したいんですってね。うん、いや、本当に皆さん、この先日はね、エドリクでお会いした方も中にいらっしゃると思いますけど、ありがとうございました。よかったらね、お店出入り自由なんでね、1時間ぐらいやりますんで、出たり入ったり勝手にやってください。はい。はい。はい、さあ、今日は大輝さんが、あ、来てるね。あ、大輝さんです。はい。時間通りにいらっしゃいますね。ぴったり来ましたね。はい。さすがです。はい、大輝さんどうでしょうか。あ、すいません、こんばんは。外なんですよ。わあ、なんだ。じゃあ大丈夫なの今。いや、大丈夫はないんで、大丈夫はない。じゃあ最初だけ。もう今日もう、スーパー上川さんがいらっしゃいます、ね。あ、もう入店して、お店の今テーブルに座っていらっしゃいますんで。ちょっとね、電池も怪しいんで。あ、ほんとに。お願いします。じゃあオープニングだけ先やっちゃいましょうね。さあ、皆さん、10時になりました。はい。東京23 FC と実況隊のコラボ番組、クラブとファンの夜のたまり場、今日もね、石川祭にあるらしいと言われている、実況隊のサッカー場、毎週23からお送りする、番組です。私が毎週と言いましたので、皆さんお付き合い23と言ってくれると嬉しいです。それでは参りましょう。毎週23。はい、ありがとうございます。皆さん、週の真ん中ね、今週3日、はい、平日がね、3日なんでね、皆さん、忙しい週を多分お迎えになってると思いますけれども。はい。さあ、2022年9月21日、今日90回目ですね。はい、また今日も皆さんとおしゃべりしたいと思います。今年最後のエドリク、観客2730人は最高記録。
隣町ダービー南葛線振り返りということでね、今日は江戸陸でね、皆さんがこう、見たもの聞いたもの感じたものをおしゃべりいただければと思います。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします、はい。さあ、今日の出演者ですね、メイン MC 私東京23勝手に実況隊の実況 MC ブラジル36です。こんばんは皆さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そしてアシスタント MC さん、よろしくどうぞ。はい、金魚すくいがすごくしたかったんですけどできなかったんですが、あの私金魚すくいで金魚すくったことがないのが自慢ですっていうふうに思いました。マリです、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。いや、急に雨降ったりとかって金魚大丈夫だったのかなと思いながら見てたんですけどまあすごかったですね、ありがとうございます、はい、あ、すごい上川さんもツールを使いこなして今拍手してたよありがとうございます本当こういうの得意ですね、上川さんね、お若いですね。さあ、アシスタント MC さん今言ったか、じゃあレギュラーコメンタリーさん、うん、はい、あの多分や外からだと思いますけどよろしくお願いします。はい、テーマ何ですか。金魚すくい、金魚すくい、はい、すごいテーマ金魚すくいです。金魚すくいは、うんうん、のあれですね、やっぱりデメキンを狙いに行って確実に失敗する SM 原の大輝です。よろしくお願いします。お願いします。やっぱり大物ってつい狙っちゃいますよね、うん、なんかやっぱ黒いね、うん、なんか特徴あるやつをやっぱ取るっていうのがやっぱりちょっとヒーローっぽいじゃないですか、うん、そうですよね、うん、でも取れないでもうすぐ追いかけてる間に髪破れる、うん、くるくるくるうん、あれですか、ここにいる方で、うん、まああんまりいないかもしれないですけど金魚すくいした人いるんですかね、うん、あ、いるんじゃないの。金魚すくいやったことある人手挙げてください。はい、で普通の金魚すくい普通よやります。俺やったことあるよ。あ、私ね本当に金魚すくいは全然だ、うん、あ、来た、カレーババさん、カレーさんね、うんうん、よく皆さんあれ釣れるなと思って、どうやって取ってんのかな。あれね、あのね、罠があるのよ、うん、初めはね薄い紙のね、うん、やつを渡されるの、はいはいはい、で破れるじゃん、もう一回やるじゃん、はい、そうするとちょっと厚い紙のやつもらえるの、うん、でもうそれでも破れるじゃんまたまたもう一回やると今度は取れるやつもらえるの。本当なんですよこれはそれはもう金魚すくいをやってる人に聞いたことがある。やっぱ投資金額に見合わせたこうツールっていうのをね、うん、あのサブスクみたいにこう出してくるみたいなね、うん、あ、スナフキンさんね、スーパーボールすくいならやったことありますよっていうことで、ああ、ある、分かる。じゃあ今度は23は缶バッチ釣りとかそういうのもいいかもしれないですね、うん、錆びるから。あ、錆びるな、はい、分かりました。はい、あとコメントサポートですね、東京23、はい、勝手に実況隊の映像パルベルさんですね、今週も大忙しでねお疲れ様でした。大変だったと思いますね本当に、はい、すごい良かった。時間がない中でね、大事質もやってくれてね、ありがとうございました、はい、ということで皆さんぜひ見てくださいね。はい、パラグエさんもきっとどこかから見守ってると思いますんでね、よろしくお願いします。場合によっては LINE の方に来てるかもしれないんで、あの拾ってあげてください、マリさんね。はい、はい、番組コメント募集しましょう。はい、マリさん、コメントについてのご案内よろしくお願いします。はい、毎週23は皆さんのコメントで作る番組です。常連さんも初めて聞いてる方も、うん、23サポーターもそうでない方も、はい、キングスクイが得意な方も、はい、ぜひぜひコメントお待ちしております。はい、面白いコメントはどんどん拾っていきます。また番組で取り上げてほしいテーマや質問などございましたら、うん、ツイッターにハッシュタグ東京 23FC もしくは毎週23をつけてツイートしてみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、最新の23のネタをフリートークでおしゃべりしようということコーナーですけれどもね、今日最初のコーナーですね、今年最後の江戸陸隣町ダービー南葛 FC 戦振り返りということでね、この前、はい、あの皆さんが江戸陸でね、ご覧になりました、はい、南葛戦をね、はい、おしゃべりしたいと思うんですが、ここで豪華なゲストを皆さんご紹介させてください。おそらくもうつながっていると思います。はい、デジタルツールを使いこなす作家監督ということでですね、なんだっけ、江戸川区の安太郎という異名をつけられてございます
笑い声で分かっちゃうね、聞けば聞くほどよく分かる、超解説、上川明彦さんです。監督どうもありがとうございます。お疲れ様です。すいませんね、こんなところに呼び出しちゃってね、なんか間に合ってよかったです。 ありがとうございます。ひょっとして外ですか？いやいや、今もう自宅なんですけど。あ、よかったです、ありがとうございます。スヒーダーの練習終わって、うん、ありがとうございます。お疲れ様です。あの、ハロンさんがリクエストだったんで、うん、あ、もうありがとうございます。すいません、はい、あの、ありがとうございます。うん、どうぞ大輝さん、なんか。あ、いやいや、今日本当にブラジルさんがなんかすごいサッカーの話をしましょうって言うんで、うん、もう僕サッカーの話できないんで、もう上川さんにも泣きの LINE をさせていただきまして、やっぱり東京23のサッカーのいいとこ悪いとこ、なんかいろいろちょっと時間限られてるけど、そうですよね、僕はもう今日は上川康太郎じゃなくて、セルジオ上川っていう名前ですけど、ちょっと今日辛口評価を。あ、セルジオ上川さん、なるほどね。セルジオ上川で今日は言ってもらえるんだけど、もうぶった切っていただいて、やっぱ最終戦、やっぱ上級戦勝てるように、そうですね、まあいろいろね、なんか戦を振り返りながらちょっとやっていただきたい。そうですよね、どうぞ。それを上川さん30分ぐらい今日大丈夫なんで、22時半ぐらい、試合内容をやって、あとはエドリクのイベントをちょっといろいろ総括してもらえるとありがたくて、もう僕の今日出番はない。お休みしたい。そこら辺は、あ、そうなんですよ、そのこのね、葵くんってこのリスナー、待って待って、どこに、葵さん、葵さんっていうの下にいるんだ。葵くん、たぶん下に、これが多分ね、TSR の学生のはずなんですよ。なんでこれだから、試合内容終わったらちょっと、はい、あ、じゃあイベントの方のコーナーで登場と。そうそう、イベント、葵さん大丈夫、聞こえてる、もしよく、出るよーって、OK とかなんか、これ葵さん、この葵さんじゃないかな、ハートマークのところに押して、ちょっとでも俺がもらってたアイコンと違う。いや、変えたんじゃないよ、そういう気に。変えたんだ。あ、来た来た来た。大丈夫っぽい。葵さん、葵くん、どっち、男女、葵くんですね。はい、ちなみにうちの息子と同じ名前だからよくわかるわ。あんまり授業でも、あんま受け答えあんまりこう得意な方じゃないんですけど、なんかやる気満々で。おお、いいですね。ちょっと面白おかしく拾ってありがとうございます。じゃあ後ほどコーナー来たら呼びますので、ぜひ遊んで聞いてってください。はい。さあ、じゃあ門限のある上川さんにですね、はい、先週のエドリクの、まあ、試合の、まあ、感想、全体の感想とか、あと今シーズンですね、もう今週末の筑波戦で、まあ、リーグ戦が終わるんですけれども、今年も、まあ、波あり谷ありのね、波乱万丈の23の1年だったんですけど、その辺をちょっとね、こう、なんだろう、流し見ながら、まあ、どうやったら強いチーム、ずっと勝ち続けるチームって作れるのかなみたいなことをね、お伺いしたいと思っております、はい。とりあえずですね、ちょっとこの前の試合ね、皆さんご覧になってるかもしれないけど、簡単にお伝えしますけれども、後期の第8節ということで、エドリクでね、試合が行われました、はい。対戦相手は隣町の南葛 FC でした。前半はですね、前半の終わり際にね、村越選手、南葛の選手が確かコーナーキックからだったと思うんですけれども、得点をして、それが最終的に決勝点になりまして、なんとエドリクで僕らが負けてしまったというですね、非常に悲しい屈辱の一日になってしまいまして、前半の得点シーンは確かなんか急に土砂降りで、ピッチ上に雨が降ってですね、スタンドのお客さんがこうなんて避難して、こう雰囲気がこうバーッと変わった後の状況だったように記憶してるんですけれども、上川さん、早速よろしいですか？はい、大丈夫ですよ。 ありがとうございます、はい。試合中もね、実況の時もお伺いして聞いたと思うんですけれども、はい、あれからまあ2日ぐらい経ちまして、いろいろ頭もこう冷めてると思うんですけれども、この試合どうでしょう、上川さんからこう俯瞰して試合を見た時に。まあ、うん、一般的な見方からすれば、はいはい、南葛、まあ、降格争いをしている南葛が、うん、やっぱりその自分たちの、うん、もともとその貫こうとしているスタイルを捨ててまでも、あ、もう絶対に勝ち点3を取って、うん、まあ、残留権に、うん、こう残ろうという、うん、その
割り切ったサッカーに対して、うん、やっぱり23が、うん、まあ、付き合ってしまったというか、付き合わされてしまったというか、そういう印象ですね。だから相手はなんか、うん、自分ね、岩本さんの言葉を借りればなんか大人のサッカーでっていうような表現をした、うん、していましたし、うん、小松さんのなんかちょっとしたあの連絡してる中でも、うん、なんか相手の森監督は、うん、もういいよいいよ下がれ下がれと、うん、ボールが固められた方が相手嫌がるからなんて言って、全然慌てることないからってしたら向こうの方からミスしてくれるようなんてピッチ脇で言ってたらしいんですね。あ、全然こう超的な、はいはい、そういう屈辱的な発言もしていたようです。なんで、まあ、それ考えるともう完全に南葛の、まあ、プラン通りのゲーム進行になってしまった結果も含めて、うん、まあ全然ね、あの別に23の選手を攻めるつもりじゃないんですけど、あ、もちろん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 、はい、あのしっかり戦ったとは思うんですけど、まあ、うん、一般的な見方からすれば、うん、はい、そういうふうに言われてしまうかな、うん、言われてしまうかなという試合内容であり、うん、展開であり、うん、最終的な結果だったと思います。うん、なるほど。あの最近このねラジオですね、選手も聞いてるんですよ。あ、そうですか。で、あの中にはね、はい、ヘビーリスナーの選手もいらっしゃるみたいなんですが、あ、そうですか。で、ね、あの一応改めて言っておきますけど、あのなんていうのかな、別に誰々を攻めるとかそういう気は全然もともなくてですね、あの僕個人としては勝ち試合も面白いけど負け試合も実は面白くて、なんか理由があるから負けるし、何か理由があるから勝つわけじゃないですか。でそこにあるこうサッカーのいろいろ秘密とかエッセンスを知りたいなっていつも思ってて、で負け試合ってなかなか難しいんですよね、あの僕ら素人が分析するのは、ね、あ、なるほど。だからここを今回できなかったけど、ここを例えばもっと良くしたらこういう相手にも勝てるようになるのになとかね、なんかそういうのをね、うん、ぜひその監督さんからあのプロの方からねお聞きしたいなとか思って今日来ていただいたような感じなんですけどね、そうですね、まあ、それはあの試合中にも、うん、ハーフタイムとかでもお伝えしてたと思うんですけれども、はいはいはい、やっぱり今ちょっと実はあの目の前に iPad があって、うん、今ちょうど前半の7分48秒フル動画を流して見てるんですけど、はい、でもやっぱりその、うん、これ今コーナーキックの場面で加藤裕二が2人単独で突破してシュートを打ってループで相手の大河原弾いたところですか、得たコーナーキックを今蹴って相手のカウンターが始まったんですけど、うん、まあでも、うん、やっぱりこの90分通してなかなかこの相手の最終ライン4枚後方というのは4枚のディフェンダーがやっぱこう後ろ向きになるとか、こう悪いアングルでこう守備するケース時間帯とか局面とかが少なかったなっていうのはやっぱりありますよね。はい、なるほどね。やっぱり一つの僕は思うのは柴田がまあ左のライドやってたんですけど、まあ、どうしても、ね、右利きの選手なんで難しいと思うんですけど、柴田がボールを持った時に、割と柴田の前をダイオナル斜めに走って、サイドバックの背後を取ろうとしてる選手いると思うんですけど、そこにあんまりパスが出なかったかなっていう、甘くてもいいんでペースに落としてあげて、もう一回そこで柴田関わって、もう一個深い位置でコンビネーションで、まあ、ペナルティーエリアの、あの奥行きって 16.5 メートルなんですけど、はいはい、で幅はちょうど40メートルなんです、はいはいはい、で40メートルの方が確かに入っていきやすいんで、まあ、その攻撃を目指してたのはすぐ分かるんですけど、やっぱりこのペナルティーボックスに入っていくときに横もあるわけですよね、16.5 メートルが 2辺あるわけじゃないですか、この2辺から入っていくっていうのも、もう少し選択しても よかったのではないかなという、あ、なるほど、まあ、その辺がだからその1個もう1個奥で崩す、そこのきっかけもちょっと作った方がいいんじゃないかなって試合中も お伝えしたと思うんですけど、どうしてもその 40m の幅から入っていく攻撃が多くて、まあ、それは確かにサッカーに原理原則なんですけど、はいはいはい、ゴールは真ん中にしかないんで、なんでそれはもう 40m の幅が当然あるわけだからいいんですけど、逆に言うと相手のそのセンターバック2人、3番と6番、はいはい、前に強いんですよね。ああ、確かにね。で結構こう前に強いから跳ね返すと跳ね返すと跳ね返すほど、エネルギーが湧いてくるんですよね。あ、やっぱ自信がつくんだ。やってやったぜみたいなね。はいはい、だからこの場面もユッキーが走ろうとして一回止まって、宮田からユッキーでもう一回宮田、宮田真ん中つけた田辺から、でまたこれ引っかかって、これカウンター始まっちゃうんですよね。まるで実況聞いてるみたいな。いや、どうしてもね、やっぱりこれ、
で結局23もこう人数かけて攻めてるようでも、うん、意外とこう奪われた瞬間の5秒以内でのボール回収って意外とできてないんですよ。ああ、ちょっと攻められちゃうんですよ。はい、なるほど。ちょっと相手 あのパスがつながっちゃって前進されちゃうんですね。うん、これ今ファールで止まってるんですけど、うん、村越選手ファールで、はいはい、坂上君が止めたのか、うんうんうん、まあそういう感じなんですけど、うん、だからなんかリズムがなかなかこう入っていかなかったかな、うん、23の方に、うん、はい。だから人数かけて攻めるってことは結局奪われた瞬間も人数がかかってるんで、うんはい、5秒切り替え、攻から守の切り替えの5秒以内でボール奪い返すと、うんうん、でもう一回その相手の陣形崩れてるところで差し返すっていうのが多分ポイントだったと思うんですよ。多分あの今年の23ってそういうポイントがあると思うんで、うんはい、それはちょっと意外とできてない、と僕は分析しました。あのなるほど、ね、反論もする人もいると思うんですけど、うんまあ、僕はそういうふうに分析しています。まあでもあれでね、左サイド確かにあのどっちかっていうとね、あの柴田選手が右足でこう中にこうボールをこうね、うん、押し出しながらねカットインしてね、あの40メートルの方をこう横にこうスライドしてこうドリブルしていく場面見たけど、うんはいはい、開く場面ってあんまなかったですもんね。そうそうなんですよ、うん、ちょっと僕はね試合中から気になってたんですよ、はいはい、中に行こうとしちゃってたそうですね、やっぱりもう少し市川選手も柴田選手も縦にボールを運べたらまた違う、うんまあ、状況も作れたのかもしれない。まあ、もう一個、うん、やっぱり工夫というか、うん、仕切る形が欲しかったなっていうのは、なるほど。90分ってね、うん、割と時間あると思うんで、そうですよね。でこれだけやっぱりこれ多分ボール支配率が相当高いと思うんですよね、特に前半は、うん、あこれ見てても、うん、全然ボールは動かせてるんで、うん、ただ動かしてるんですけど、相手からすれば自分たちの前で動いてる分には、うん、それほど危険性はねえなっていう感じだったんじゃないかなって思いますね、うんうんうん、あとツートップ久しぶりにやったんで、うんうん、あ確かに加藤君と光とのコンビネーションの中で、うんうん、もうちょっとユージがサイド左右に流れたりしてもよかったのかもしれないですね、うん、光を真ん中に置いて、うん、でこうユージが、まあ、衛星型フォワードっていうんですけど、はいはいはい、あのぐるぐる回るっていうか、うん、こうそういうのもあっても面白かったかもしれないですね、うんはいはいうん、はい。じゃあサイドバックの前に斜め前に、だから市川の前と柴田の前に斜めに入っていくのが有事でもよかったんじゃないかなって。ああ、うん、そうですね。なるほどね。でそれで僕でボール出てこなくてもセンターフォアバックを引き出せれば、うん、もう一つの真ん中に刺す攻撃、そこで光が電と放っていて、うん、そこでボールが入ればその川島であったり田辺であったり、うんまあ、逆サイドから市川が斜めに入ってくるとか、うんまあ、逆に市川のサイドから行くんだったら柴田が入ってくるとかっていう形で、うん、もうちょっと相手のこうセンターバックを動かせたんじゃないかなっていうのは、うん、まあ結果論ですけど、まあそうですよね、はい、思います。じゃあ結局デイビッソン選手と三原選手 の2センターバックってそうです。この2人が準備万端なお地蔵さんみたいな状況でカモンって待ってて、この2人がやっぱある程度疲れなかったんじゃないかなっていう。マリさんの印象もどうですか、上川さんと大体同じ。いやー本当デイビッソンしかずっと見てなかったような気がするから。そうだよね。そう言われてみれば本当動いてなかったなっていう、うん、ねえちょっと辛かったですね。もう辛いしかなかったです。そうだよね、はい、でも上川さんあれですよね、あの 前半戦は結構ほらあの実況をご参加いただいたじゃないですか、はいはい、で今年の開幕から、はい、どうなんだろう、ちょっと本当記録見てないんですけど、栃木シティ戦ぐらいまでははい、すごく強度がこうどん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 上がっていって、で攻守の交代というか主攻のこう切り替えもありえないぐらい早くて連動感があったじゃないですか。だから僕今まで見た中で今年の23の特に前半はすごい過去にないぐらいこう面白かったんですけれども、やっぱりシーズン通じてあのなんていう好調を維持するっていうのは大変なんですかね、選手はね。まあとても大変だと思いますね、はい、でやっぱり僕が本当にこれもねサポーターの皆さんも、ねはいはい、23ファミリー皆さんがお感じになってると思うんですけど、うん、あのエスペランサに勝った
あの、はい、コゾタウンのゲームあったじゃないですか。あ、はい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 、あれで確か3連勝だったのかな、あのタイミングで。あで、あの後にやりたかったんですよね、栃木と、うん、そしたら、うんうん、コロナかなんか流れちゃった。そうです、はいはい、そうです、そうです。あれがやっぱりね、あ、あの勢いでやらせてやりたかったなっていうのは、うん、すごいありますよね。そうですね、チームの状態良かったかなという。で、出す選手当たって、そうですね、エスペランスの時は山本選手がやっぱりね、フルスに恩返し弾を決めたりとか、はい、すごかったですね。あ、なるほど、そうだな、やっぱこれ取られた後も返し遅いな、これやっぱ見てると、うん、あ、今動画見てる、完全にカウンター16分とかまあ最終的には助かってますけど、最終的には大石くんとかでボール運ばれてますからね。はい、フミヤさん結構取ってましたもんね。またこれスタートから始まってるんですよね、ベンガーね。だから105m 先のゴール目指さなきゃいけないっていう。なるほど、柴田に入った。うん。いやまた戻した。やっぱちょっと。やっぱりちょっと。やっぱ遅いですね、改めて遅いか、攻撃が、うん、そうだよね。でもさ、早かったんだよ、はい、前半戦は。前半っていうか前期はね、前期は前期の、うん、だから一気に攻め落とす感じがない。まあ加速していかないんだよね、ゴールに向かってね。途中で必ずスローダウンして、で相手の陣形がこう整うまで待ってあげてるような感じのところが多かったじゃないですか。いや本当印象レベルで申し訳ないんですけど、素人のね。だいつもだったら相手がアワしてる間にどんどん中に入ってて、なんていうのかな、相手をこう常にこう劣勢の状況に置いてたんだけど、こうなんていうのかな、すごい作法のいいサッカーというか育ちのいいサッカーをしてて、ちょっとワイルドさが欠けてるかなって気は、後期戦はすごい印象レベルでするんですよね。あと、せこい話するんですけど、あの栃木戦一回流れたじゃないですか。はい、やばい、橋谷さん来てるから。あれですけど、あの流れる前って、まだあの今 の, あの松本山川級の選手って入る直前だったんですよね、確か。あ、そうなんだ。で、さあ、で、あの後に栃木さんがすごい補強して、それが完璧にフィットしちゃって。なるほど、なるほど。そうそう、だから、ね、ちょっとそこはね、俺たちで言うとアンラッキーというかね、神様のこうなんていうの、こう、まあ、巡り合わせみたいな感じ。うん、そうね、その時、うん、その時のメンバーでやりたかったですよね。いない時で。まあでも、あのと言いながらも、そのあの栃木シティとやった時は相当強度が高くてですね、あの先制もしてましたし、だからまああのレベルができ1年間もし通じてたら相当なところまでいけたなと思ったんだけど。まあきっとでも選手それぞれ、まあきっと見えない怪我とかいろんなのがあったのかなって気もするんですけどね。まあこの南葛戦に関してだけ言えば3試合目ですからね、うん、1週間。あ、そうですね、そうですね。Gリーグ並みのタフなスケジュールでやってますから、うんうん、まあ日曜日ボンズの試合が終わったのは8時半ですよね、うんうん、で、うん、翌日オフで、うん、で火曜日立ち上げて、うん、1日だけ調整して水曜日ユナイテッド、ユナイテッドも夜、うん、終わって8時半とかですか、また、うん、そうです、そうですよね。で家帰ったらもう11時とかじゃないですか。そうで寝るの1時だよね。翌日朝軽めの調整も興味して、うん、で金土練習で、うん、あ金土日練習して、うんうん、まあ、この試合ですけど、うん、まあ、多分前日調整の中では多分セットプレーとか確認できる環境じゃったんじゃないかな。なるほど。もしかしたら、うん、なんで試合前にセットプレーの練習やってましたよね。やってた。そうだ、あれも結構僕は最初結構衝撃的で、うん、いや、 やっぱセットプレーを試合前にウォーミングアップでやるって、うん、結構賭けですよね。相手見えますからね。そうですね、まあ、守りの陣形見えちゃうんで、うんうん、だから結構、うん、うわすげえなーっていうか、うん、それぐらいやっぱり練習環境もなかなか厳しかったんだろうなっていう、うん、なるほどね。あ、うん、そうだ、あんなのそうだ、ウォームアップでやるの初めて見たもんね、確かに。はい、うん、だ僕はちょうど先週木曜日に練習行けたので、はい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 、やっぱり水曜日のユナイテッド戦のメンバーはリカバリーだけでしたし、それ以外のメンバーと江戸川のメンバーが合同で高強度のトレーニングやってましたね。まあでもそこではやっぱりすごいみんな連敗を感じさせない明るさと積極性っていうんですか、うん、はい、その
まあ、ま、前の日のサブメンバーは、監督もちょっと調整していいよってことで、その高強度の試合、練習にはあんまり入れるつもりはなかったんですけど、和田選手とか柴田選手とか、川島選手とかみんなこう、いや、やりたいんで入りますって。監督も、え、入るのみたいな。大丈夫みたいな。まあまあまあ、入るならどうぞ入ってもいい。怪我しないでね。そうです、そうです。でも、すごい積極的に座ってやって、江戸川の選手の刺激にもなってたと思いますし、なんだかクラブとしてのあり方としては、すごい、あるべき姿でやってるなっていうのを、木曜日は、僕は目撃したんで、はい。そうなんだよね。だから、まあ、僕らもほら、まあ、ある意味ファンじゃないですか、実況隊とはいえさ、はい、3連敗ってやっぱりこう相当ショックなんですよ。特に2位狙いを、ね、してなんとかチケットって考えて、はい、でもう本当つらいつらいっていうか、選手たちはもっとつらいのは分かってるんだけど、うん、でもやっぱりこういろいろこう話を聞くとやっぱ足りてないというかね、完璧な準備がなかなかできない状況の中で、まあ最善を尽くしたけど、まあ負けちゃったなっていうのが今の僕たちの実力なんでしょうね、きっとね。この3連戦に関して、まあ、リーグ戦っていうのは正直なんでね。あ、そうですね、リーグ戦で、まあ、ノックアウトだとね、まあ、いろんなことあるんですけど、リーグ戦で、まあ、結局勝ち負け引き分け、まあ、年間通じて順位が最初に確定しますけど、これはやっぱもう言い訳できないですよね、まあ、何があっても最終的には、ただ僕はただ願わくばね、ステランサの試合が素晴らしかったので、あの流れで栃木とやらされてたかったなっていうのが、まあ、どういう結果になったか分かりませんけど、まあ、あそこはちょっとね、コロナっていうのが、クソって感じですけど、まあ、それ残念だったなってのは、未だに思ってます。はい、そうですね。まあ、映えちゃったんですよ、本当に。すごかったんですよ、クラブ内が。あ、本当に、まあ。大変だったんですよ、だからもう、友別代表をはじめ皆さんすっごい努力して、もういろんなところでももう大変でした、本当に。あの時はあ、はい、それ23のクラブ内がってこと。そうあ、そうなんだ。もう江戸川の選手も蔓延しちゃいましたし、ちょっとクラブ内クラスターみたいな感じに、まあ、そうだったんだ。大変だったんですよ。だから本当にフロントの人たちも努力したし、選手たちもすげえ頑張って、そういう中でコンディションを整えてたし、だから僕の LINE とかも大変でしたもん。あ、本当に。パッて見ないと30件ぐらい入ってて、23絡みです。それぐらい、もうあらこだっていろいろ連絡取り合って、準備しなきゃ。いや、本当にフロントスタッフ、選手、トップ、サブセカンドのその、江戸川のスタッフたち、てんやわんやですよ。大変な思いして、やっぱり維持してましたね。まあ、サッカーをする前の段階で大変だったんだね。そうなんですよ。だから本当にそれを思うと、勝たせてあげたいなっていう思いがすごいあって、だから、まあ本当に、なんとも言えないですね。そうですね。本当にやるせないというか、本当コロナ目って思っちゃいます。はい、まあ、あとはこの日本のやっぱりコロナに対するちょっと、あんまり病的とも言える、伝えんだろうな、取り扱いのシリアさというか、もうちょい大雑把でいいんじゃないかって思うんですけど、確かにね。かなりシビアですよね。だそうなると、濃厚接触認定とかになって、まあ、出てこれなくなっちゃう、ピンピンしてるのに、まあ、出られないとか、まあ、そういうのもいろいろあったりとか、本当大変ですよね。まあじゃあ今年もまだ、はい、うちだけじゃなくてよそのクラブもみんなきっと似たような状況だったんでしょうね。まあ、その影響も我々も受けたじゃないですか、ね、我々もすごい受けたし、我々もそれに巻き込まれてしまった時期も、まあ、なくはなかったっていう、まあ、これスフィータも同じなんですけどね。あ、そうですよね。スフィータもやっぱり中断期間中に、はい、やっぱりちょっとコロナの騒ぎがやっぱどうしてもちょっとは出ちゃって、やっぱりね、ベストな状態で準備できず、リーグの再開を迎えたりもしてますから、まあそれはどのクラブも同じ条件なんでなんとも言えないんですけど、ただやっぱ東京って人口多いから、不利は不利じゃないですか。そうですね。だから、ね、なかなか23の選手ってみんな仕事もしてるし、ね、ご家庭のある選手もいるし、やっぱ大変ですよ、本当に。そうですよね。ね、だからまあその辺はね、サポーターの皆さんもいろいろ思われるところは多々あるとは思うんですけど、まあそういうさまざまな事情がクラブの周辺を取り巻いてたっていうのは、ちょっと僕の口からもお伝え
しておければと思う、ね、ありがとうございます、うん、すごいこうクラブの逆の裏のね面が見えましたね。いやもうめちゃくちゃ大変ですよ本当に。そうですね、めっちゃくちゃ大変です本当、はい、でこれあれなんですよ。でかつじゃあもう終わりかっていうとそうでもなくて、まあ来週、うん、あ今週末筑波戦が関東リーグ最終節だったじゃないですか、はい、でまだ2位の目が数学的というか確率的に残ってまして、あの東京ユナイテッドさんとエスペランサさんがこの前伸びたじゃないですか。そうですよ、はい、そうするとエスペランス東京ユナイテッドさんがあと2試合残してる状況なんです、はいはいはい、でエスペとあと、うん、栃木シティさん、はいはい、で実はエスペランサさんって今年一番いい試合を東京ユナイテッド相手にあの 前半戦やってるんですよ。うん、で栃木シティさんもこの前あの浦安さんにねちょっと苦しめられましたけれども、はい、まあ、あの次ホームですからもう完璧な状態で来ると思うんですよね。うん、そうするとうちも次の筑波戦に勝つとまだ何が起こるか分かんないっていう、うん、アホみたいにラッキーな状況がまだ続いてるんですよね。うんうん、そう。ただでは転ばない。そう、ただでは転ばない。そう、確かに。そもそも関東リーグに上がるときだってね、もう本当ね、大、なんだろう、あの、補欠の補欠ぐらいで上がってるんですから、僕たちは。で、上川さん、あの、筑波戦なんですけれども、はい。まあ、いろいろこう、なんていう、厳しい状況もありながらも、とうとうこれであの有給明けであのジョニーもまた復活できますし、タッペも復活できますね。で、まあ、怪我の状況ちょっと私分かんないですけれども、いや多分いないと思います。あ、そうですよね、現状、はい、うん、よかった。そうするとなんていうのかな、まず僕個人的には今年一番いい23スタイルのサッカーを筑波戦でぜひ見たいなと思ってるんですけれども、そうですね、もう、うん、まあ、逆になんか、うん、ね、いろんなものがつきものが取れて、あ、そう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 、ね、本当に伸び伸びやれるんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、まあ、あの僕はちょっと今日は練習行ってないんでわからないですけど明日朝行きますけど、はいはい、きっとね、うん、選手たちはもう一回ね、うん、もう、まあ、はっきり言ってこのメンバーでやる試合最後になっちゃうそうなんだよ、なっちゃうかもしれないじゃないですか、うんうん、ね、もう秘訣わかんないわけだから、うん、こうして、うんうん、だからそう思えばね本当にいろんな力を湧き出てくると思いますよ、うんうん、はい、まあ、僕はもう信じてますけどね、そう、このチームでできる最後の90分かもしれないんだもんね、そうなんですよ、でも粉砕してほしい、うん、筑波をね、筑波に、筑波さんには申し訳ないけど、うんうん、もう 5-0 ぐらいでやっつけてほしいですね、うん、なんかこう思いこの3試合、うんうん、ね、なかなか点入らなくて1分溜まってると思うんで、みんな、あ、そうですね、うんうん、やっぱり、うん、もうみんなでゴールに、ね、迫って奪われたらもう、ね、すぐにボール奪い返しに行って、もしそれ剥がされたら、ね、50m でも 60m でもスプリントして戻って、うん、ね、もう上下動、半端ない上下動してほしいですよね、そうね、はい、うん、はい、そうですね、やりきってほしいですね、いや本当そうです、そうです、うんうん、まあ多分僕は今年の23年はそういうエネルギーはまだ絶対残ってると思う、みんなが本当になんていう言い方ですけど、うん、いい子っていうか、分かる分かる、みんないいやつ、みんないいやつなんですよ、うん、本当に純粋にサッカーやってるし、うん、そういういろんな苦しい時あったけど、この子たち本当言い訳してないから、うん、だから、うん、本当に唇噛みしめて頑張ってるっていうか、うん、そういう時も、はい、苦しい時も、うん、まあ、それがすごい僕はいいメンバーだなと思ってるんで、いいチームだなと思ってるんで、そうですよね、はい、やってもらいたいです、はい、あのね、あの、うん、僕この前の試合最後ほらあのタカさん の, あのセレモニーがあるって、ね、試合終わる直前に下行ったじゃないですか、はい、で下でこう待機してたんですよ、でちょうどね、うん、あのまあ、選手たちみんなベンチの前とか後ろにいたんだけれど、あ、ベンチの後ろとかにいたんだけど、ジョニーさんだけがね、はい、端っこの方にいて座ってたの、うん、で試合終わった時にね、あんなジョニーの怖い顔見たことがないぐらいね、うん、いつも優しい顔してるのにね、鬼の形相でジョニーがね、うん、あーとかってね、もう怒ってたんですよ、うん、怒りっていうのだからね、出られなかった怒りもそうだし、うん、エドリグで2730人が来てくれて、そこでいいサッカーを見せられなかったっていうその悔しさとかがもうなんかね、こう、うん、怒りの塊みたいになっててさ、サッカー選手ってやっぱすげえなって正直思った、俺みたいにヘラヘラしてねえんだなとか思ってさ、そうそうそう、だから多分あれジョニーだけじゃなくて選手みんな心の底でそう思ってるから、今ああいうとこで選手をやってるんだと思うんだよね、だから
その選手たちがぜひね、今週の筑波戦でね、こうやりきってほしいなと。そうですね、思いたいですね、うんうん、まあサッカー選手なんでもうピッチ上でね、表現するしかそうなんだよね、ないんでね、苦しいと思うんですけど、きついと思うんですけどね、だからまあでもね、サポーターの皆さん、ファミリーの皆さんはね、あの、どんな状況でも後押ししてくれてるんで、それ信じてね、なんかこう自ら苦しい状況でもね、把握しなくてやっていく覚悟を決めてもらえればいいんじゃないかなって思ってますけど、そうですね、今日ここに来てるリスナーの皆さん、お店来てくれてる人ね、おそらくみんなそういう感じだと思いますね、今植草さんがコメントで、まだまだ諦めませんよ、全員攻撃全員守備で勝ち切りましょうって来てます、植草さんいいこと言うじゃねえかよ、いやいやもう その通りだと思いますよ本当に、まあ、ちょうど私もね、あのちょっと同じ時間ぐらいに、ホームゲームがあるんで、ちょっと関所には行けないんですけど、ああ、じゃあぜひ、はい、頑張ってください、あれがね、ライブ配信できるのかね大輝さん聞いてる喋れる今マイクを、あ、どうもどうも大輝さん、お帰りなさい、一瞬大丈夫ですか、あ、ライブ配信は、はい、あれジョイフルさんはできないんですよね、ダメなんだ、ライブは、うん、多分ラジオだけ、ね、うん、でダイジェストになる、じゃあ映像は収録のみ で、はい、でツイキャスラ映像はダイジェストのみになると思います、じゃあラジオはいけるんだ、なんで ラジオはいけるで、つくばさんはライブ配信してると思うので、うん、じゃあつくばさんの映像を見ながら僕たちのラジオを聞くと完璧と、そうですね、それが一番、そうですね、無音、そうですね、それが一番最終戦、ありがとう、いけない来れない人は、よし、じゃあしゃべり頑張ろうぜマリさん、あまあしゃべってちゃんと伝えなきゃいけないって今回もうあれじゃないですか、あのゴール裏っていうか、サポーターなんか入ってみんなでそこでしてればいいんじゃないですか、それもいいな、あ、じゃあパラギルさんだけメインに置き去りでちゃんとうまく収録しといてってでもリプレイ撮んなきゃいけないんじゃないの、あなたリプレイやるんですかね、いや、どうなんですかね、でもあれでしょ、あとでフルで見せてあげんじゃないの、みんなには、ね、あ、やるんじゃないですか ね、あ、全く同じ日時ですね、あ、そうですか、はい、9月22日日曜日14時キックオフなんで、あ、はい、一緒ですね、全く同じだこれ、すごいすげえ、じゃあダブルで勝って、同時なんでダブルで勝ちましょう、はい、お互い集中の90分をね過ごして、うん、そうですね、はい、おかげさまでこっちも一応優勝争いまだ、あ、マジっすか、残ってるんで、すごいですよね、今8.2差なんですよ、あ、で直接対決残してるもんですから、はい、これ次勝って愛媛ってとこなんですけど、うん、勝って、はい、あの次アウェーで伊賀に乗り込んで、うん、これでも勝った方が優勝に近づくと、はい、なんだスフィーダもしびれるな、そうなんですよ、これでも実は前日にセレッソとやって勝ってたんですよ、はい、すごいですよね、で勝って帰ってきたんですよ、うん、でなんとか勝ち点2差まで伊賀に今迫ったんですね、はい、あ、すごい、うちの次の愛媛はもう絶対落とせないんですよ、はい、これ勝てばもうあの伊賀と 2のままで戦えるんで、うん、まあ、伊賀が前日どういう結果になるか分かりませんけども、うん、まあ、勝つと想定すると、うん、うちは勝たないと2差のまま直接対決できないんで、うん、ね、そうだったら直接対決勝てば逆転できるんで、すごい、そうなんですよ、そうなんですよ、だから僕らもねそうやって頑張ってるんで、うん、もう23もね頑張りますよ、優秀の美を飾っていただいたらなんか、うん、ね、降ってくるかもしれないですよね、そういや、さすが監督あれだね、こう選手とかさ、あのこういう聞いてるものをこう奮い立たせる喋りがうまいですね、うん、いや本当にもう俺だって今年の23大好きだから、ありがとうございます、今年もだけど、そうね、今年は特にね、うん、すごくね、いいチームですよね、今年の、うん、23が本当にいいと思うから、うん、いや俺本当ね、もう絶対手術倒したからもうショックでね、実は、うん、そうね、まあでもそこもなかなか甘くなかったですね、うん、まあでもね、勝って2位になりましょう、そうだからね、僕の中ではね、今年ね、あ結局チケツ運ラッキーでいけたねって言って、でシティとうちが両方とも JFL に上がれるんですよ、決勝行って、あ、そうですよね、でクリアソンが落ちてこなくて、で関東のクラブが一気に 4クラブになるという JFL、 あ、
いいですね、それこれ一応理想なんですけどね、先にと。確かに。そう、まあでも選手の皆さん本当上川さんのこのなんていうのかな、温かいというかね、あの励ましというか、あの勇気づけることをね、はい、勝手にですね、本当あの皆さん苦しいのはすごい分かってます。で僕らそれ支える覚悟も十分ありますんで、うん、筑波戦ね、ぜひ皆さん本当にあの今年1年間を総括するようなね、いいサッカーをね、頑張ってやってくださいね。うん、そうで、この仲間でできる最後の試合かもしれないんでね、本当ぜひ頑張ってほしい。はい、あと高人さんもね、今聞いてらっしゃるみたいだけど、ぜひどこかの出番で出てきて、あの高人のミドルをちゃんと枠の中に飛ばすところを見せて、チームを去ってほしいんでね枠内ミドルまだ残ってた、ね、そういますよ、よろしくお願いいたします。します、はい、で上川さんどうでしょう、もう10時40分ですけれども、はい、遅くまで、ね、ありがとうございました、はい、そうそう、10分もオーバーしていただいて、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃ あと今、うん、KTG53 っていう方から、うん、スピーダ世田谷あと4試合全勝って書かれてるので、そんな風に言っていただけると、ありがとうございます、リスナーさん、はい、本当にいろんなサッカーをご覧になってて、あ、勇気づけられます、ありがとうございます、うん、はい、頑張って、まあ、ここにいらっしゃるのは、はい、本当サッカーファミリーですね、ありがとうございました、ありがとうございます、いい結果を、はい、はい、じゃあ私はこので、はい、はい、どうもありがとうございました、皆さん上川さんお店お借りです、チャンスをいただいてありがとうございました、はい、はい、どうもありがとうございました、またよろしくお願いします、はい、お疲れ様です、ありがとうございました。さあ、聞けば聞けるほどよくわかる、聞けば聞くほど勇気づけられるね、超解説の上川さん、本当ありがとうございました。さあ、大輝さん、まあ、ちょっと今ね、あのマイクオフになってますけど、どうでしょう、あの上川さんのお話を聞いて何か感想ありますか。いや、すごくいい番組です俺もそう思ったすごくいい番組です、本当にもうここで終わった方がいいかもしれないですね。これ以上、これ僕はちょっと今日は、会うと決まるので、うん、はい、やっぱ、この後ね、あとエドリックのそう、イベントとかをいろいろ聞いてもらって、うん、なんかちょっとイベントの反省会を皆さんでやっていただけるとありがたい、うん、ありがとうございます。あの、そう、TSR の学生、中大の学生もいればいいんですけど、うん、中大学生もしかしたら、やっぱね、みんなアルバイトしてるみたいで、やっぱりね、この東京23のためにね、うんうん、夏休み返上で、うん、勉強返上で、うん、アルバイトも全部休んでこれにかけてくれた、うんうん、もうなんか今金欠です、金欠です、あ、じゃあ 今稼いでるね多分もうみんなバイトしてますので、すいませんって言ってたんで、もしかしたらいないので、うん、はい、でも葵さんがね来てくれるんだったらね、面白いね、葵くんは、はい、うん、お願いします。あと皆さん、そうですね、エドリックのイベントについて、うん、はい、で、あと原野さん一つだけ、あの2730人おめでとうございました、本当素晴らしい、今年の関東リーグの中で一番最高の人数ですよ、はい、うん、すごい、うん、いや、すごい数字ですね、まあ、目標としてたのは、うん、山本 P とも、うん、まあ、3000頑張っていきましょうって言ってたんで、山本 P はもう悔しくて悔しくてっていう顔をすごいしてましたけど、うん、はい、でも、まあ、またこれは来季につながる、はい、とこになりますね、ここからまたいろいろこうブラッシュして、そうですね、来季に、はい、まあ、JFL でやれるのがベストなんですけど、うん、まあ、どこにでもエドリックっていうのはやっぱ成長なので、そうですね、まあ、対戦相手変わるだけですからね、はい、J3 までね、そうですね、だからエドリックでやるサッカーに価値があるところですかね、はい、いいエドリックに、はい、うん、勝ちたかったんですけどね、はい、高木とのオーバーヘッドが決まったんですけどね、うん、まあ、これはまたあのチケツとかで、うん、まあ、チャンスはまだまだあるんです、そうです、チケツでやろうぜ、全国大会でやろう、まだできる、はい、はい、すいません、じゃあここからは、うん、じゃあこちらでやりますんで、はい、グダグダならないように今のところすごい今やってる、はい、こう今のところ、ね、後半もこのままタキさんも、ね、はい、ありがとうございました、はい、はい、すいません、お願いします、皆さん、さあ、そしたらですね、非常にこういい感じなんですけど、葵さんどうでしょうかね、あのいきなりのご用命ですけども、準備できてらっしゃいますか、葵さん、よければコールいたしますけれども、植草さんがいつものグダグダ感ではないですね、大丈夫だ、ここからグダグダになるから、某関東リーグ副理事長も2730名の集客力にはびっくりしてましたよそうですか、ありがとうございました、今ね葵さんにね、はい、コールをしてますので、ね、はい、あとカレーパパさんが上川さんにエドリックチケット渡したのは私ですって言いすぎました、あそうですか、すごい、そう、当日券売ればやってたんです、うん、うん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 、はい、ありがとうございます。
いらっしゃいました？今まだかな。ちょっともう一回送ってみようか。スピーカーとして招待ね、青井さん。うん、使い方わかるかな。すごいな、でも。うん。2730人って本当すごいですよね。うん、すごいと思う。台風だからね。うん、はい、うん。結構天気もあれだったのに、本当、うん、来ていただいた方はすごい。うん。ね、ありがとうございます。行きますって言ってますね、葵さん。待ってます。あれ、待ってますってことはどうするの？スピーカーとして、うん、行きますって言ってるんですけど、スピーカーとして招待したので上がってきてください。あれかな、俺がフォローバックしないとダメなのかな、ひょっとしたら。いや、そんなことないと思います。まあいい。こっち今ね、スピーカーとして招待してるんだけど、うん、なんか上がるボタンみたいなのあるの？あるある。上に出るはずです。うんうん。携帯だったら。はい。来たかな？あ、来たっぽいね。葵さん、あ、じゃあね、マイクオン、あ、来た、つながった、つながった。こんばんは。こんばんは。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。ブラジルと申します。よろしくお願いいたします。あ、TSR の三井葵と申します。葵さん、三井葵さん。あ、よ、イエーイ、はい、皆さん、拍手お願いします。女性の方は、はい、自己紹介一応。あ、マリです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、あったかな、あったことがありそうな、でも声だけだと誰だか分かんないですね。あ、本当、え、葵さん、ブラジルと喋ってることって あります？いや、ないですか？ないですね、はい。マリさんとはないです。はい、じゃあ、そうなんですね、ご初ということで、このグダグダ番組に本当にお越しいただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。一応ね、これサッカーバーっていうね、こう体なんですよ。だからこうスポーツバーに来てちょっと喋ってるような感じの気楽さで結構なんで、適当にこうおしゃべりしてってほしいんですけど、はい、TSR ってことで、じゃああれ、大輝さんとのクラスなんですか？はい、原野さんの授業を受けさせていただいております、うん、受けさせてどうなんですか、学校で大輝さんってどういう先生なんですか？本人聞いてないから大丈夫だと思いますけどね。うん、とても熱心で。すげえ言葉選んでる。すごく熱心で。うん、はい、やっぱり熱心だ。でも、すごく情熱があって、うんうんうん、しっかり東京23を、うん、勝たせるようなことを。のことを授業やってます。うんうんうん、なるほど。TSR ってな、東京スポーツレクリエーション専門学校。はい。あ、なるほど。なんか専攻とかあるんですか、葵さんは。チーム、スポーツビジネス科です。うんうんうん、あ、なるほど。自分的には何、どういう勉強がしたくて、そういう学校に入ったの？将来、うん、名古屋グランパスのマネージャーとして働きたいと思っていて、うん、はい、マネージャー業務を学ぶために、うんうんうん、この東京スポーツリクレーション専門学校に入学しました。はいはいはい、すごい、なんかこれ就職面接みたい。え、名古屋出身なんですか？あ、愛知県の半田市というところが、はい、あー、半田、あ、知多半田の半田、はい、はい、あ、じゃあちっちゃい頃から名古屋グランパスのファンだったんですか？はい、そうです。へー、え、誰選手が好きだったの？ちっちゃい頃は、うん、永井健介選手が好きでした。なるほど、すごいね。ちょっと時代を感じるよね。俺、名古屋って言ったらやっぱピクシーなんだよね。でも、もう全然みんな知らないだろうな。本当に。言って今、損したなと、自分の年ばらしちゃったようなもんだなって。いいんですよ。おじさんの相手なんかしなくてね、君はね。うん、大丈夫。はい。はい、へえ、じゃあすごいね。じゃあ、でもね、結構ね、サッカーの業界ってね、狭いからね、こういうところでね、はい、どんどん自己アピールしていくとね、今、はい、市川 SC の河内監督もこのラジオ聞いてくれてるみたいですけど、河内監督なんかきっと J リーグにいろんな知り合いいるからね、どこでどうつながるか分かんないからね、はい、自己 PR しといた方がいいよ、本当に。あ、
はい、まあいいんですよね、いっぱい聞いちゃうけど。でごめんなさいね、あの今回肝心な肝心なね、あの今回実はさ、あのエドリクの最終節ということで、あの TSR の皆さんにも中央大学の皆さんにもすごい頑張っていただいて、でもう2730人って本当すごい人数だと思うんですよ僕も。で、うん、あの有料じゃちゃんとチケットを買っていただいて、前にチケットがない時は3000人ぐらい入ったこともあるんだけど、うん、チケットがちゃんとあって、それでかつ台風の中で2730人ってすごいビジネスとしてもなかなか立派な数字だと思いますよ、うん、で蒼井さんたちはあれですか、その TSR としてなんかどういう援護射撃をこの日のためにしてたんですか。マッチデープログラムを、うん、あ、はい、この日のために作成していました。あの評判がいい、何ページものだっけ、結構12ページ12か、確かすごいね。え、文章と見てます。あ、マジか、文章とかも書いたの蒼井さんが。僕は、うん、プレイヤーズインタビューのページで、うん、清水光選手の部分をさせていただきました、うん、あ、ということでインタビューをしたということ、はい、すごいね、インタビュー難しくなかった。俺いつもすごい苦労してんだけど。はい、初めて やらせてもらったので、うん、とてもプレッシャーを感じました。マジですか。え、質問とか何、自分でこう書いといて何、それで本人の目の前でこう聞くわけ。そうです。ヒカルさんどんな選手でした、超そう近くでこう喋ってみて。喋っていてとても明るくて、うん、あ、はいはいはい、でもなんか試合とか、うん、練習とかを見ていったりすると、うんうん、オンとオフが、うん、すごい選手だなって感じました。あ、なるほどね、うん、すごいね。インタビューはあと何人ぐらいみんなでしたんですか、選手は。ヒカルさん以外に、何人か他にもいたの、選手は。今、はい、見てるんですけど、うん、柴田隼人と、あ、柴田さん、若杉幸喜、はい、加藤裕二、あと大石文也、結構してますね。すごいね、うん、インタビュー難しいよね、マリさんね。やってみるとね。はい、聞くこと全然出てこなかった。そうだよね、試合の後だからね、下書きしてられないしね、その。あ、俺たちはね、はい、うん、そうだよね、ノリで行くしかなかったです。え、今度は大江さん、じゃああれだよ、実況隊の動画のインタビュー撮るのやる、インタビュアーとか。あ、よろしていただきたいです。え、マジか、おい、こういうやつを待っていて俺は。はい、そうですか、へえ。じゃあぜひぜひちょっとなんかそのうちね、チャンス作りますよ。なるほど、お願いします。はい、なんかあのカーチさんからなんかツイッターの方にさっき入ってたんだけど、柿谷選手がうんぬんかんぬんって書いてあった、もしマリさん拾えるようだったら読んであげて。はい、はい、さあそれでじゃあ、あの当日蒼井さんはどこにいたんですか、エドリクは。僕は、うんうん、入り口のところで、うんうんうん、お客さんとかをあの会場へ案内していました。あのチケットのもぎりのところから中にってこと。あ、そっちじゃなくて、うんうん、あのエドリクの本当に玄関のところからってこと。あ、そうです。あの出店の前をとこう案内しながらって。あ、どうですか、はい、あの人数的にこう相当多かったと思うんですけど、混乱とかなかったですか。あんまり混乱はしなかったです、はい。なるほど。客層とか見てて何か感じることありました。うん、若い選手だ、若い人だったり、うんうんうん、ちっちゃい子供、うん、お子さん連れの家族とかがいて、うん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 、すごい、うん、ファン、いいチームなんだなと思いました、うん、ああ、なるほどね。なんか大輝さんから、大井さんはあんまり喋んないとか言うけど、ちゃんと喋ってんじゃんね。
あ、河内さんからの、コメントは、うん、柿谷選手とは一緒にクラブに遊びに行った中ですって書いてありました。へー、なるほど。阿部さん、あれだよ、市川 SC にも縁を作っといた方がいいと思う。それは相当強力なコネクションがあるぞ、こっちの市川のクラブにも。ああ、はい。へえ、なるほど、ね。それか八王子ね。あ、八王子もそうだね。八王子知ってる？あ、ちょっとわからない。あのね、あれなんだよ、ノッサだっけ？はい、ノッサ八王子っていうあのトリーグのクラブがあるんですよ。で、そこにも、はい、あの元東京23 FC のですね、方々がいたりとかね。はい。すごいこうスキンヘッド、元 J リーガーが、そう、はい、元 J リーガーのスキンヘッドの元選手であり監督さんがですね、はい、いたりとかしてね、あの、俺今23のお手伝いしてるんですって言ったら、みんなもう肩組んでね、仲間って感じで友達になってくれるからね、フル活用した方がいいですよ、本当に。はい、お願いします。あ、そうだよね、なるほどね、わかりました。まあ、ちょっとこのまま聞いててほしいんですけど、マリさん、まあ、江戸川区民デーってことで、はい、当日はやっぱ本当に僕らも今まで見たことがないぐらいこう出店も混んでたよね。そうですね、うん、はい、なんか本当にすごい人だな、うん、人が多くて、うんうん、びっくりしたのと、うん、なんか私もボランティア募集があったんで、はいはい、ちょっとお手伝いさせて、うん、お手伝いできてたかどうかわかんないですけど、お手伝いしに行ってたんですけど、はい、当日券の、きっとカレーパッパさんもいるんですけど、当日券の受け、そう、のチケットのところでちょっとお手伝いしてたら、うん、本当に人がずっと切れずにすごい来てて、うんうん、であれが1時間前だったんで、うん、おそらく試合開始前とかすごいことになってたんじゃないかなと思って。そうだよね、うん、うんうん、でなかなかあんなにね、うん、しかも皆さん江戸川区の人なんですよ、うん、あ、地元の人なんだ。はい、でなんか江戸川区 の方は、うん、証明書見せてくださいって言うと、みんな見せて入ってくんで、こんなに江戸川区の人が来てくれてるんだっていうのを、すごい、本当ものの15分とかしかいなかったんですけど、すごいと思って。へー、そのちょうどチケット交換するところがすごいって本当に思いましたね。あれ、あれかね、ごめんね、チラシ配りとかさ、チラシ渡しとか、はい、あと選手たちも結構いろんな、はい、ほらお店回りとかしてたじゃない。はいはいはい、はい、そういうのもこういい影響になってたのかね。そうですね。あ、今カレーパパさんからやばい人でしたって言ってる。あ、マジか。え、カレーさん、ちょっと声喋らない、カレーさん。かなり多かったと思うんですよ。ヘッドホンの準備をカレーさん前、ほぼきっと当日券だったと思うので、江戸川区の人はね。あ、そうだよね。うん、もう、ほんとその時、うん、1時間前であれだけ人が来るっていうことは、うん、どうなっちゃうんだろうと思って見てたんですけど。そうだよね。うん、そう、カラーコーン立てとけばよかったと思いながら確かに最後尾っていう札を作っとけばよかったとかいろいろ考えたら。そうだね。あ、なんかそれぐらいきっとすごい並んじゃったんじゃないかなって思って、そうだよね、心配してました。カレーさん喋れそう？もし喋るんだったらちょっと一緒にコールするんだけど、ね、あとその仕事その前に、うんうん、どうぞどうぞ、移動中かもしれない、その前に雨降ってたじゃないですか、開業する前に、で、うんうん、カレーパパさんともう一人いたんですけど、うん、3人で、うん、雑巾持って椅子を拭きに行ったんですよ、会場の、うんうんうん、でその時にすごい思ったのは、うん、一個一個の椅子は拭きづらいなっていうことだけ思いました。あのなんて公園のベンチみたいで横で横椅子ずれてザーってやるんじゃなくて、一個一個キュッキュッキュッって拭かなきゃいけないからね。これ時間かかんなって思いました。なるほどはい、でもここに お客さん来るんだなって思うと、うん、なんか、うん、その作業もちょっとねいいなと思いながら、うんうんうん、今回ねバックスタンド負けてましたからね。はい、なかなか、なるほどね、いい経験をさせてもらいました。なので本当に、うん、ボランティアってこれからもきっと募集したりとかもしていくと思うんですけど、うんうん、本当参加するとなんていうんですかね、なんか
もっと好きになりそうな気がするんですよ、そのチームとか。お客さんのことじゃ、もうおもてなそうっていう気持ちもできるし、当事者になれるしね、ちょっと、あのもしね時間がある人、本当に、あの参加してもらえるといいなと思いましたね。確かにね、でも試合もちゃんと見れるんでしょ。そうです、試合前までっていう話にはなってるので、ちゃんとあの試合もちゃんと見せてくれるっていうところはうちのチーム優しいなと思います。そうだよね、普通ね、あのボランティアになっちゃうと全然見れないもんね。そう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 、Jリーグとかね、かわいそうにね。そう今ねカレーさんスピーカーとしてっていうんでね、おのなんでご招待してるんですけどね、そっちなんかなんかこうなんかコメント来てるかな、ちょっとわかんないですね、大丈夫ですよっていうなんかさっきいただいて、本当だ、どっちだ、大丈夫は、来た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 、はいはいはい、もしもし、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、はい、ちょっと自己紹介よろしいですか。あ、カレーパパでございます。はい、どうもお疲れ様です。いつも皆さんイラストをね、素敵なイラスト皆さんに描いてくださってるカレーさんですね。お久しぶりです。ありがとうございます。はい、あの今ちょうどカレーさんとね、あの TSR の葵さんがね、こう登壇してくださってる感じですよ。カレーさん、はい、今回初めてボランティア参加。そうですね。ああ、担当は、担当はチケット販売。チケット販売、すごい。どうでした、初めてのチケット売りは。本当にやばかったですよ、ですよね。もう 何百人ってさばいてってあれですけど、本当にもう人がもうひっきりなしに来て、すごいね、すごかったですよ。だから そんなつもりで言ってないっていうか。わかるわかる。じゃあ正直どんな感じだと思った、こんなもんだろうなみたいな。だからさっきマリさんが言ってたように、ベンチ拭いたりとか、なんかそういうちょっとこうお手伝いなのかなと思ってたら、もう結構重要なこうチケットさばきっていう。そうだよね、お客さんの入り口だもんね。そうなんですよね。ひたすら笑顔でこうさばいて、やっぱりね、あの一番最初の入り口のとこじゃないですか、だからね、やっぱり気持ちよく入ってほしいっていう、わかるわかる、ホスピタリティが発生してしまったんですね。一生懸命ついいつもの倍ぐらいの笑顔になっちゃった。そうですね。ああ、わかるよね。なんか、あの、なんか初めてこう来たような、例えば家族とかいるじゃないですか。はい。そうすると、僕もね、ほんとね、あの、別に誰ってわけじゃないんだけど、すごく、普段の生活じゃしないぐらいのスマイルで、こんにちはとか言っちゃってさ、ああ、俺って今の偽善者だなと思いながら、でも、俺がここで、今日この人初めて来てくれてね、最初に会った人がフレンドリーだったら、また来たいなと思ってくれるかもなとか思ってね。そうそう、そう思って、ね、でもやっぱりまた やりたいなと思いましたけどね。そうですよね。大変でしたけど。はい、思いました。なるほどね。あの TSR の葵さん、あの聞いてる？はい、はい、あの例えばほら葵さんもこう役割を持ってさ、そういうお客さんの案内とかしてたじゃない？はい。そのお客さん、新しいお客さんがこう来た時にこう何か接する時にこう注意してたこととかある？葵さんも。注意することですか？うん。やっぱり楽しんでもらえるように笑顔で接していたのが、はい、楽しんでもらいたいと、はい、さすがエンタメに進むからあれだね、あの目標があるぐらいのね、はい、なるほどね。あのマリさん、他にもあれですか、はい、あのボランティアの方々とおしゃべりとかする機会ありました？そうですね、結構今回、ほらお客さんいっぱい来るっていうので、スポンサーもいっぱい来たりとか、そう席をね、あの最初にこうキッズの人たちが先に優先で入るんで、こう結構なんかバタバタなってたじゃないですか。でもすぐになんかね、学生の子たちがこう持ってきて、ね、あの仕切りをちゃんと作り直してみたいなのをやってたんで、すごいなと思いながら、ね、なんか見てましたね。おかげでちゃんとできてたし、はい、なんか
すごい、そういうのは、このなんか何試合かやっぱり、うん、江戸陸をずっと経験したからこその、うんうん、なんかいろいろ修正されてるなと思いながら見てました。うん、なるほどね、うん。そうだよね。いつもバタバタになってた、うん、そんな感じがしたし。でも TSR の子たちもさ、はい、最初はなんかね、シーズンの頭はさ、こう指示を待つようなところあったけど、最近はもう自分たちでどんどん動いてるもんね。うんうん、そうですね。うん、すごい。テキソキ、すごいよね。なるほどね。うん、すごい。あ、 あとさ、カレーさん、あのちょっといいですかね、いきなり話しかけて、はいはい、あの今年ほら、あのイラストをもういっぱい描いていただいて、あの、はい、今期のスターティングイレブンってね、あれいつも見るの本当楽しみにしてるんですけど、いやいやいや、ありがとうございます。なかなか1年を描き続けるって僕大変じゃないかなと思うんですけど、どうですか今年やって。そうですね、もう疲れましたねお疲れ様です。なんか今年の初めはそんな忙しくなかったんですけど、うん、あ、お仕事が、うんうん、はい、本業がなんか本当に春ぐらいから忙しくなってきて、うん、あ、本当に。じゃあとりあえずあれだ、顔、選手のあの似顔絵はうまく描きためといてよかったね、初めの頃にね。そうですね、うん、だからまた来シーズンも、うん、暇な時に書きたいなとは思ってますけど、うんうんうん、まあ、あのすごい大変なお仕事なんで、あのぜひお願いしますと俺気安く言えないんだけどさ、はい、本当大変なの分かってるからただ結構皆さんあの期待してるというか楽しんでらっしゃるし、いや、うん、そうだったら嬉しいです ね本当に。いや俺1年間ねカレーさんのイラストで選手たちのスタメン見てたから、もう例えば和也さんなんか本物の和也さんよりイラストの和也さんが俺の中で和也さんになっちゃってんだよで柴田くんなんか常になんでこいつ被り物してないんだろうと本人見て思っちゃうような感じになっちゃってさやっぱりね記憶に残っちゃうよね。なるほどですね。ね、本当ね、カレーさん今年はあれですか、江戸陸は何試合ぐらいご覧になりました。江戸陸はほとんど行けましたね。1試合なんか仕事でやっぱ行けない日があったんですけど、はい、ほぼほぼ、ね、そうですか。見てどうですか、江戸陸の変遷といいますか、今年の。いやー、でも今年やっぱ江戸陸であんま勝てなかったんで、わかる、それがね、やっぱりなんか自分自身もそうだし、うん、そのやっぱりこう来てくれた人が、うん、うん、なんかまた聞きたいと思ってくれたらいいなと思ってましたけど、で、そう、あの、勝ててないってもそうだし、やっぱり点が取れてないっていうのが、あ、後半とこにね、うん、そうそう、うん、だからね、あの南葛戦も、うん、あのオフサイドかファールかなんかで一回こうね、一応ゴール入ったみたいな、早手のでしょ小林、そう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 、あの時が一番やっぱ周りもすごい盛り上がって、分かった分かった分かる分かる、ね、やっぱりゴールが見たかったなっていうのは、そうだよ ねありましたね。まあ選手たちもね必死にゴールを狙ってるのはねすごい分かったんだけどね、やっぱサッカーって難しいんだね、本当にね。いやー、本当に本当にもう、外から言うのは簡単なんですよ ね、はい、ですよね今すごい、はい、心臓に刺さりましたよ私は。お前はマイクの前で偉そうに喋るだけでいいよなっていう選手の声が本当に聞こえてきたよいやー、本当だよね、うん、あの話変わっちゃいますけど、うんうん、あの南葛戦前に、うん、あの23ファミリーのみんなであのフットサルをやって、はい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 、はい、そうそうそう、行きたかったあとね、あのあれ和田さんは今日いらっしゃいますよね、はい、うん、そうに誘っていただいて、ゆういちさんね、ゆういレブンさんが和田さん、あ、ゆういレブンさん、はい、はいはいはい、はい、主催してくれて、へそう、もう体が動かなくてやっぱりすごいなっていうのを改めて、はい、そうだよね、はい、すごいね。でもじゃあ決起集会みたいな感じだったの？そうですね、朝やって、うん、でちょっとだけ昼飯食ってもすぐボランティア行ってみたいな、もう本当に、うんうんうん、ね、そんな一日でした、ね、またやってくださいね、ぜひぜひお願いします、ね、みんなでそういう会も、はい、なんかあれだね、ファンの皆さんのこう横のつながりも結構出てきてるんだね。そうですね、そうですね、ね、マリさんもほら時々ツイッターでさ、みんな遊び来てよってゴール裏みたいな感じでさ、なんか言ってんじゃん、うん、ああそうですね、なんかもうちょっと人増やしたいなっていうか、うんうん、せっかく応援してる
だったらなんか、うんうん、もっとなんか一緒になって応援できるといいなっていうのがあって、うんうんうん、はい、なんかそういうのを少しずつみんな歩み寄っていこうぜみたいなのが雰囲気になってますね。そうだよね。あ、あとね、俺今回ほらまたあのスタメン紹介とかやらせてもらったじゃないですか。はい。だってね、もう念願のあの斉藤武史区長いじりを実践しましたよ。皆さん聞いてなかったかもしれないけど、俺は斉藤武史区長本人にタケちゃんって言った男ですからね。大丈夫ですか、怒られてないですか、チームの皆さん。怒られてないですか。いや、大丈夫ですか。多分ね、あの区の人だったわけで一緒に選ばれたトイレ、あの上に行くと機会なんでこの野郎みたいな感じで。あ、ユーイレブンさんからまた開催するので参加お願いします。あ、そうですね、はい、やりましょうみたいな、ね、23フットサルでね。あ、全然あの23のファンじゃなくても、あ、そっかそっかそっか、いいですからね。まあ誰でもそうだよね、はい、サッカー好きだったらね、うんうんうん、なんかなるほど、ね、みんなで、うん、みんなその好きなチームの湯に来てくればいいじゃないですか、うん、あ、俺ね本当そうだと思いますよ、うん、隣町ダービーこっちでやればいいんじゃないですか。あのファン同士で、そうそうそう、南葛サポーターズ VS23 サポーターズみたいにして、うん、へー、でもいい、それいいな、それやりたいですね。なんか南葛の人いなかったっけ、さっきどっか下の方、ね、栃木の人はいらっしゃいますね。栃木か、あ、どうですか栃木の人。あ、栃木、あ、じゃあ試合前にあの、うん、栃木との、あ、でももう今年終わっちゃったもんな、試合前に、そうそうそう、あの隣のフットサルコートを借りて、うん、あの前座試合半年間で行った。それ盛り上がそうだね。そうですね、なるほど。あ、橋谷さんが拍手してくれる。やめですよ、橋谷さん出ちゃダメですよ、フットサルの人じゃないですか。あ、そうだ、考えたらフットサル専門家じゃん、橋谷さん。あ、そういえばね、この前ね、実況席にね、橋谷さんになんかあのサッカーを教わってたっていうお子さんが来ましたよね、はい、あ、橋谷さんがね、多分ね、はい、どこだっけな、あの辺のフットサルのチームでご指導されてたんだと思うんですけどね、あの言ってましたよ、間違いじゃなかった。まあいいや、そのことは。だから、送り代表に言っといてください、うん、今度。サポーター同士の懇親フットサルを前座で、隣のグラウンドでいいからやらせてくださいってね。はい。はい。面白そう。ね、いや、いいですよね、こういうのね。でも本当にさ、今回、あの、南葛さんとの試合さ、なんていうの、うん、俺、悔しくてはしょうがないわ、しょうがないんだけど、はい、やっぱり隣町ダービーって盛り上がるね。うん。そうですね。でも、なんか、これをもっともっと本当にこれから続いていくって考えると。うん。うん、ちょっと面白いですね。ね、うん、もっと盛り上がりそう。そう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 。今度うちらが向こうに行ってね、あの向こうジャックしちゃうとかね。うん。そうそう。でもなんか23の枠あんまりね作ってないんでしょ？人数的には。奥道はさ、まだジャックできる隙間はあるの？うん、なんか上限とか決まってんじゃないの、人数とか。どうなんですかね、うん、でもすごい端っこに追いやられませんでした、ね、うん、追いやられてた、 その時。そっか、はい、 あれをちょっと広げたいなと思う。なるほど、そうだよね、人数がいっぱいあればね、うん、まあ本当にちょっとあの今回負けちゃったんでね、今後次会う対戦する時までは葛飾とか隣町ダービーになっちゃって、俺本当悔しくてしょうがないんだけどさ、うん、まあいいんじゃないですかね。ちなみに俺あれで南葛さんの方の配信見たかったんだけど、ちょっともう見れなかったな、消えちゃってて。私も見てないんですよ、ね、うん、まあ今後ともこの両チームはこうライバル関係になってお客さんが増えていくといいなと思いますね、うん、はい、なるほど。さあ、ついでにカレーさん来てるからさ、お聞きしたいんだけどさ、筑波戦、ありがとうございます、はい、すいません、出たり入ったりね、あの筑波戦、9月25日、今週の、はい、今週の日曜日か、お昼にありますけど、はい、カレーさん、筑波戦はどうなんですか、いらっしゃりそうなんですか、これそうなんですか。いやー、ちょっと調整中ですね、うんうん、忙しそうだもんね。うちの、はい、偉い人に承認もらえるか。そうか、はい、それはそうだな、お土産だな、はい、うん、あと前の日の土曜日にお食事にね誘ってね、いいところでちょっと ね、ワイン付きとかね、はい、がいいかもしれないですね。準備が大事ですよ、何事も。そうですね。そうそうそう、なんかあの試合的にこう期待するものってあります？いやー、やっぱり点取って勝ってほしいですよね。まあ点取らないと勝てないんだけどね、はい、
そうそうそう。なるほど。そっかそっか。誰が点取ると思います？いやーでもやっぱり最後はヒカルに取ってもらいたいですよね。そうか。そうだね。私たち私たちあれですよね。ヒカル、ユニ。あれ？そう、今年は9番同士なんで、僕も、はい、来てるんで、はい、私たち推しは9番なんで。あ、光ユニもそうだけど、タカさん、ごめんね、タカさんの、ほら、横断幕っていう、はい、横断幕っつうの、はい、あれすごいね。はい、あれみんなで作りました、本当に大きかったです。何メートルだっけ、なんかもう、きっと、しかもなんか本当一生懸命頑張ってみんなで作って、あれ全部手作りで、自分たちで塗ってみたいなやつなんで、はい、あの業者に頼むとかじゃなく、手作りなんだ。はい、いつも作ってる大きいやつと同じように、はい、あの2枚作って、作ろうって言われたんで、はい、作ったんですけど。何ぐらいでやるの、ああいうのって。今回ちょっといろいろやっぱり皆さん忙しくって、結構少ない人数だったんですけど、はい、6、7人とか。へ、あ、じゃあ分担、少ない時はもっと分担して描いていくの。絵は、なんていうんですか、写して、スクリーン、なんだ、なんていうんだっけ、写して、それを一生懸命こう描いていくみたいな。ほんとすごいんですよ、あれ作った人。ほんと、デザインした人すごいなみたいな。へえ、そう。じゃあデザイン職人さんがいるんだね、ファンの中に、ね。はい、いるんですよ。はい。でもタカさんすごいよね。先週の顔で弾幕作ったのと、タカさん初めての気がするんだけど、他にもあるか。あ、ヒカルのやつあったか。あ、そうですね。あのゲイフラね。でも、あ、ゲイフラか。あのサイズであるのは、私、FC 東京のアマラオさん。アマラオか、そうか。そういうイメージだなと思いながら作ってました。じゃあ、タカさんが何、引退したとしても、あのフラグは何、その、ずっとこう何、そのスタジアムにこれからも掲示されるの。いや、あれ、本人に渡すってしてるの。あ、タカさんに渡しちゃうんだ。はい。あ、なるほどね。じゃあ、タカさん自宅にあれ飾ってないといけないね。そう、あ、タカさんいた、あ、言っちゃっていいのか、よかったのかな、よかった、あ、やばい、いけないのか、渡そうっていう話になってるんで、タカさんはもらってあげてください。へ、すごいなぁ。スペース、これでコメントなんですか、初めてでわかんないってさっきパパさんが言ってます。あ、合ってます。はいはいはい、普通のツイッターコメントと変わんないですよね。はい、あ、プロジェクターね、そう、プロジェクターで写してやる、4×4、もうちょっとあったような気がする。え、 4×4 って4メートル ×4 メートルってこと。はい、すごいね、よくそんな広いところがあるね。そうですね、だから3等分して写してみたいな、もう1個は6メートルぐらいあったような気がする、横に。で、もう文字書いてあったじゃないですか、ありがとうっていうやつ、はい、あれも作って、はい、もう本当にタカさんのことみんなね、愛してたんで。そうだよね、はい、分かる、はい、まあ最終節ぜひね、爆発してほしいね、ね、本当ですよね、まだ、そうですよ、まだあるんですよ。そう、あと1試合あるからさ、はい、さらにこれで勝てば続くかもしれないんですよ、タカさん。この前のセレモニーで引退した気になっちゃダメですよ、まだシーズン終わってないんですからね。本当にもう一試合ちゃんと、僕らまだ戦ってる最中なんですからね。はい、ですよね、ですよ、本当に最後までやりきらないと俺たち。はい、黒熊ちゃんが変身してきた、最初は8メートル ×8 メートルの予定。どこに貼るんだよ。すげえな。なるほど、まあ、ぜひその88をいつかで、ね、どっかでね、はい、優勝したらかな、じゃ JFL に上がったらかな、ね、まあでもいいんですけどね。なるほどね、分かりました。キッズスクールからの弾幕も頑張ったんです。あ、キッズスクールか、あの弾幕ってどういうやつ。なんかね、ありがとう、高コーチありがとうみたいな弾幕で、
へー、あれ、まあ、もう作ってましたね、うんうんうん、なんかちょっと見せてもらったんですけど、うんうんうん、はい、でみんながコメント書いてて、うんうん、とか、はい、あとなんか選手のやつとかもありましたよね、大きい選手からも渡したりとか、あの最後に集合写真の時にもほらメッセージ弾幕があったじゃん、サポーターさんがこうやって掲げる、はいはいはい、あれは何だったの、あれも作ったんです、うん、みんなで、うん、あの本当に最後のあのシーンに出そうっていうので、そうそう、だから2枚作ったんですよ、うん、すごいね本当にねすごいねっていうか本当にね、いやでもきっと本当にこれタカさんだったからっていうのは、うん、すごい、あ、ちなみに市原カップはタカさんいるんですかねって今質問入ってるんですけど、ああなるほどね、ね、市原カップはでもやるのは決まってんのかね、あ、もう日にちとかも出てますよね、そうなんだ、まだでもね、今年あんまり出てない選手もいるもんね、そうですね、そう、なんだっけ、あのヒロトさんとかね、はい、見てみたいよね、見たいです ね、うん、ね、ぜひ、はい、楽しみにしてます、市原カップも楽しみだね、本当ね、うん、そうですか、なるほどね、まあとりあえずじゃ あの皆さん、あの本当にまだ筑波戦があってですね、シーズン終わってないですかね、本当まだチャンスつながってますから、はい、最後の最後まで意地汚くですね、可能性を信じた者だけが本当勝利に近づけるんでね、最後の試合まで意地汚い23でいきたいなと思ってるんですけどね、最後にカレーさんと大江さんにお一人ずつですね、筑波戦への期待をちょっと一言ずついただいて終わりたいなと思うんですけど、どっちから行こうかな、じゃあまず大江さんから行こうかな、大江さん喋れる、はい、ありがとうございます、はい、TSR さんを代表してですね、東京23の最終節です、筑波戦に対して何かこう抱負、期待の言葉とかがあったら教えてほしいんですけれども、やっぱり勝って、うん、勝って、うん、勝ってください、ありがとうすごいストレートのコメントで、ね、かっこいいね、やっぱ若さって感じだね、ありがとうございますあとあの今シーズンも本当にね、ありがとうございました、 TSR の皆さん、ありがとうございました。本当に皆さんがいてくれたから、はい、はい、皆さんができた。そう、皆さんがいてくれたから大輝さんがあんなに偉そうにで振る舞えたんでね。あ、そのことよ。大輝さんに皆さんのが偉いですね。はっきり言っちゃうとね。はい、これからもぜひね、あのスポーツの現場本当ね、ぜひどっかでまた、ね、どっかでっていうかね、またいつかどっかで会うんだろうけどさ、ね、あのプロの現場でね会えるといいよね。うん、ぜひ、はい、名古屋と試合しましょう。そう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 、実際にそうだよ、23のマネージャーさんでね、この前町田に行った人が来てくれてたもんね、うんうんうん、あの本当結構プロの現場に行ってる人多いからさ、うん、はい、はい、じゃあ、皆さん葵さん覚えておいてくださいね、あの、はい、ぜひ何かあったら葵くん手伝ってあげてください、あの助け、あのいろいろヒントあげてください、ありがとうございました、お願いします、はい、本当は遅くまでありがとう。あと、はい、あのお忙しのカレーさんね、筑波戦、はい、もう何回も聞いてますけど、はい、勝てて、あの、得点でもっていうだけ、はい、そうですね、やっぱりあのこの間エドリクに来てくれた人たちも、うんうんうん、絶対次の試合も見てくれてると思うんで、うん、そうだね、はい、やっぱそこで勝つとこを見て、うん、またね、次エドリクとか、まあ、アウェイもそうですけど、うん、来てくれたらいいなって思ってるですね、はい、はい、であとはあの私 の, あのこうイラストのコメントがもう埋まらないぐらい得点入れてくれたら嬉しいなってそうですね、はい、以上です、はい、ありがとうございました、カレーさんもね本当に最後の最後までよろしくお願いいたします。さあ、お送りしてきましたね、毎週23この時間ですね、はい、あのマリさん最後、締めていただけると嬉しいです。はい、最後きっちり勝って、うん、終わっていただけると嬉しいので、うん、っていうか本当に本当に今私あの、うん、ゴールを見てないので、うんうん、ゴールシーンを見てないので、うん、気持ちよくゴールを決めてくださいっていうのが、はい、
私からの最後の一言にした。ありがとう。あのネットがボールで揺れる場面が見たいよね。見たいってね。お願いします。はい、ありがとうございました。今日は上川さんとね、原田大樹さんにも来ていただきました。はい、皆さん本当に最後、はい、遅くまでありがとうございました。今週の日曜日は、基本ラジオでお届けいたします。つくばね、はい、あとは映像の方は撮っておきますのでね、はい、パルゲルさんがまたいろいろ見せてくれると思います。はい、来週も水曜日夜22時に、ツイッタースペースでね、このお店で会えたらと思います。はい、皆さん遅くまで、あ、最後に鈴木さん来てくれてありがとう。あと OB の皆さん本当来てくれてエドリカありがとうございました。それでは皆さん、俊太先生、俊太先生今来ても遅いんだよ。はい、皆さんおやすみなさい。さようなら。おやすみなさい。失礼いたします。